こんにちは、大人の遠足亀井留美です。11月のテーマは秋めくパンたちということでお送りしています。秋、いろんな食材が旬を迎えて美味しくなる季節ですよね。そんな秋の食材を使ったパンたちをご紹介していきます。今週は自然豊かな富士宮市にやってきました。ここ富士宮で地元の食材にこだわってパンを作っているパン屋さんをご紹介します。それでは行ってみましょう。大人の遠足スタートです。亀井さんがやってきたのは富士宮市大鹿久保にあるファーマーズキッチンドッテン屋です。さあ、お店の中に入ってきました。可愛らしい店内なんです。木がたくさん使われてたり、こう自然の古風景に馴染む感じのお店作りになってるなと思います。ここからはお話を伺っていきます。ファーマーズキッチンドッテン屋の平野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと富士の駅から車で15分ぐらい来たんですけど、はいはい、すごく自然が豊かな場所にありますね。そうですね。名前が気になったんですけどね、はい、ドッテン屋さんってどういう意味なんですか？はい、ドッテンの土が土ということで、うん、天がお天道様の天で、はい、土と天の恵みの家っていう意味でドッテン屋というふうにつけました。そういうことなんですね、はい、そんなドッテン屋さんのパンなんですけれども、はい、平野さん、どんなところにこだわりとか特徴がありますか？はい、一番の特徴は2つ特徴というか、はい、これはってとかがありまして、まず卵と乳製品を使わないでパンを作っているということだと思います、はい、何でもここのお店のものは選べるよっていうことがしたかったもので、はい、クリームとかそういったものも、パンの生地もそうですけど、卵と乳製品は使わないでいる、はい、ということと、はい、あとは自宅の前で小麦も作っているので、小麦も栽培をしていて、富士宮の地にあったすごい生産者が多い豊かな、土地なので、そういったところを生かしたパンになればと思って作ってます。今回は、はい、秋めくパンたちというテーマでパン屋さん巡っているんですけど、はい、そうするとやっぱり季節のお野菜とか使ったパンありそうですね。そうですね、はい、おすすめのものありますか？はい、はい、私もいただきたいんですけども。天候に恵まれたこの日はお店の前にあるテラスで富士宮の大自然に囲まれながらいただいちゃいました。出していただきました。平野さん、はい、これは何のパンですか？かぼちゃ、はい、かぼちゃと、あとそのパンの上に塗ってあるのはシソのジェノベーゼになります。ほう、シソのジェノベーゼですか？では早速、いただきます。かぼちゃがこの小さいサイズにしてくれてあるのが食べやすそうです。いただきます。美味しい。かぼちゃ甘いですね。かぼちゃはこのかぼちゃ美味しいんですよ、ちょっとホクホクと甘い、なんでしょうね、ちょっとおかしないですけども、甘みの濃いかぼちゃの種類を使ってます。すごい。でも、ホクホク加減がベストです。あさりめな菜種油を使ってるんですけども、小麦の味が生きるような形の材料を使うようにしてます。そもそもパンにシソっていう組み合わせも、初めましてな感じですもんね、でもすごい合ってます。おいしい。もう一口おいしい。よかったです。かぼちゃとシソのジェノベーゼを美味しくいただいているところですが、亀井さんには一つ気になっていることがあるそうです。いや、かぼちゃのとシソのジェノベーゼが美味しいんですけど、今回ね、平野さん、秋めくパンたちって、たちついてるんで、すみません、もう一種類ぐらいいただきたいなと思うんですけど、いいでしょうか？今お持ちします。やった、嬉しい。よろしくお願いします。お待たせしました。今度は栗とカスタードのパンになります。やったー、念願の甘いパン来ました。ありがとうございます。栗とカスタードのパン、美味しそうですね。クリームもたっぷり入ってる。これ栗も旬ですもんね。そうですね、地元の栗を使って、あとイチジクを少し添えてあります。イチジクなんですね。では待ちきれないのでいただきたいと思います。もうね、綺麗な自然バッグにいただくから進むって感じです。いただきます、いただきます、
うん、甘い、うん、栗がいい感じ、うん、あ、イチジクの酸味も効きますね。そうですね、うん、ちょっとアクセントになる、うん、プチプチ食感もプチプチした感じと、うんうん、あと味もアクセントになりますし、はい、うん、いいですね。あとカスタードちょっともう一回いただきますね、はい、うん、うん、優しい甘さですね。そうだと思います、はい、栗とカスタードのパンには牛乳や卵は使わずメープルシロップで甘みをつけ、とろみは葛粉を使用しているため優しい甘さとなっています。富士宮駅から本当に車で10分15分なんですけど、ただ来る道がちょっと細いところがありますのでぜひ小回りの利く車で来ることをお勧めします。でもね、そうやってたどり着くと本当に美味しい、はい、そしてオリジナリティあふれるパンがありますので、ね、ぜひ皆さんも足運んでいただきたいと思います。今日は本当に美味しいパンに出会いました、はい、平野さんありがとうございました。皆さんもぜひどってん屋さんのパン味わってください。ではご一緒に、はい、お待ちしてますでいきましょうか、はいはいせーの、お待ちしてます。さまざまな工夫や素材に対しての取り組みを行っているファーマーズキッチンどってん屋さん、一度足を運んでみてはいかがですか。